のレンタルイベントはちょっと早い成人式。昨日も暑かった。午前中は関西舞妓さんでメッセミキ、昼からはアコーで成人式のお祝い。揃いも揃ったスーパーカー、総額いくらか考えて。そこにはしご車なんでやねん。来年海外にいて成人式を日本で迎えれない娘さんのためにスーパーカーとはしご車が花を添えた。皆さんとってもいい笑顔でした。ちょっと早いけどおめでとう。さあいよいよ次の日曜日、メッセミキでイベントやで。午前中のはしご車体験人気やからいっぱいになりそうやから、夕方にも時間設けるからな。だいたい4時以降ぐらいで。沖縄で活躍されているセアロガイおじさん、イベントのたんびに日焼け止め忘れてる。私のが黒いやん。